なんて声出すのよ、高畑くん。ああ、そうみたい。さあ、読んでないから。だってさ、読んでから迷惑だとか困るとか、そういう風に言うのってさ。でも、かといって読まずに返すのも、なんだかさ。うん、受け取れないって言ったら、わーって泣き出して、私の手に押し付けて泣きながら走っていった。うん、大概はそうなんだけど、たまにこういうのもいてさ。ダメだよ。人から来た手紙を勝手に見せたら失礼だもん。硬いかもしれないけど、良くないことは良くないもの。なんかね、夏休みに本を一冊読んで感想文を書かなきゃいけないんだけど、ない。現代文の成績がすっごく悪かったの。だって、この時の誰々の気持ちは次のどれかなんて問題、難しすぎるよ。絶対これだって自信持って選んでも、答えは全然違ったりするしさ。私、だんだん自信なくなってきた。私の本の読み方、おかしいのかなって。ま、とにかくすごーく成績が悪かったから、現代文の先生に怒られて、読書感想文を提出しないと落第だって言われちゃったわけ。読みたくない。まあね、でも今本とか読みたい気分じゃないんだ。そういうのってあるでしょ。漫画読みたいとき、飽きるまでゲームしたいとき、夜更かししてテレビ見たいとき。
体動かしたいとき。その通り。本だなんて。縄跳びしながらだったら読んでもいいけど。そうなの。だから憂鬱。はあ。図書館行って本選ばなきゃ。じゃあね、高畑くん。マー君。あのね、マー君。私、北海道の本読んでたんだ。うん。違うよ。だってこんなに暑いんだもん。少しだけでも現実逃避したいでしょ。ああ、涼しそうだなーって。そうなんだ。そうだっけ。そうそう。あのね、この写真見て。そう。ねえ、マー君。セーターって羊の毛で作っているんだね。だったらあのふわふわした感覚が羊の肌の感覚になるのかな。いいなあ。私、羊に触ってみたくなっちゃった。多分セーターの匂いがするんだろうな。え、そうなのかな。将来、絶対北海道行こうね。
おい、あの人超美人じゃね？本当だ、旅行者かな。地元じゃん。外から来たにしては手荷物少ないし。地元にあんな美人いるかよ。お前声かけてこいよ。お前行けよ。おい、お前行けよ。お前こそ声かけてみろよ。あら、思い出した。君、アクアルージュのバイトの子でしょ。なんていうの？高畑雅人くん。私ね、あなたのことっていうか、あなたのその声、そうよ、その声、私大
嫌いなのよね。嫌いなの、あなたの声。なんだ、怒るかと思ったのに。君ってつまんない子ね。知ってるよ。あんまり話したことなかったな、そういえば。学園長さんの一人娘で、小さい頃からすごい箱入りで育てられたって聞いたことあるよ。うん。それ本当？なんでだろう。学園長さんのお許し、よく出たね。そうそう、琴乃ちゃん、すごい動物好きなんだよ。一度、お魚の話したことある。すごい魚のことに詳しかったな。はい、ごちそうさまでした。
ございます。ここで、その、倒れたり、騒いだり。君、そこの店員。君じゃない、あっちの子だ。琴ちゃんがバイトをしたいってわがままを言うから。お父様お怒りのようだよ。何か失敗をするようなことがあればすぐに辞めさせるんだがねって。昨日もうちのパパに漏らしていたらしいよ。それを、お前は何者だ？な、何がよろしくねえだ。気安く名前を呼ぶな、一般庶民が。僕とコトちゃんは、君のような庶民とは違うのだからね。
琴ちゃんにも気安く近づかないでくれたまえ。Thank you.